申し訳ございません。またもややってしまいました。今日はそんな動画です。男性ものの夏のお飯を紹介したいと思います。またもややってしまいました。ということで、何をやってしまったかというと、実は昨日浴衣並びに夏の着物を着て楽しむような催しがあったんですが、これうちの社長の着物です。袖口がどうなってるかというと、まあ通常だとこういうことなんですけど、もう片方の方の袖がですね、なんとなんとここまで、ね、いやいや、どこかに引っ掛けたのかちょっとわからないんですが、気づいたらこうなってたというような話でした。はい、勘抜きでちょっと補強、両方とも補強しなくちゃいけないかなという感じです。まあどうしてもね、引っ掛けてしまう傾向にある男性の袖口です。また女性の方はこう帯引っ掛けたりするんでしょうけど、男性ものの着物ならではということで言うと、こちらご覧ください。襟先ということに若干特徴があります。これはうちの社長の寸法で作ったおあつらえの着物なんですが、仕立て上がりの着物だったりするとなかなかなってないことなんですけど、襟先布というものが仕込んであります。ここからおおよそ襟先から20センチぐらいまで仕込んである、中野に襟先布というのが仕込んでありますが、男性の着物の場合は、帯をこの辺に結ぶので、結んだ時にしっかり襟の形が、大きくずれないように、いい形でいてくれるようにか、ということで仕込んであります。はい、これもやはりおあつらえならではの。私今日着ているのは夏のお召しです。でこちらも同じく夏のお召しです。両方とも種族としては同じ、夏のお召しなんですが、昨日うちの社長がですね、2時間半くらい着てただけなんですけど、まあこれぐらいのシワ塩梅です。まあ私のももちろんシワにはなるんですが、シワのなり方がですね、こっちの方がちょっときつめだと、で私の方がそんなにシワになってないと、でどういうことかなと思ってよくよく考えてみたら、まあお召しはお召しでも糸の太さの違いがあるのかなという気がしています。私が今着用している夏のお召しは、この社長のお召しから比べて若干糸が細いかなと。社長のお召しについては若干糸が太い、まあ太いゆえに触った感じが少しこちらの方が、シャリシャリして塩梅がいいんですが、どちらかというと若干大味という、感じなので、シワの行き方が、こちらのお召しに比べてきついのかなという気がします。まあ無論夏の着物ですから、どうしてもシワにはなります。ただそのシワの量も、素材によって違うんだなというのをですね、ちょっとご紹介したくて今回の動画を撮ってみました。今うちのおかみさんがですね、この着物を見ながら、なんだよこんなに袖口やっちゃって、なんつってね、専務ならまだしもうちの社長がこれを破いたのかとね、専務ならまだしもってどういうことだとまあ非常に温かい職場環境で仕事をさせていただいてます。こういうふうに袖口がどうしても行きやすいんですけど、こうなったとしてもうちに持ってきていただくと直せますんで、はい、そんなにお金かからず直せますので、もし袖口がいった着物があったら、ぜひ遠慮なくうちの店に持ってきてみてください。はい、今日は男物の夏の飯を紹介してみました。